GRP11328A とは2011年3月28日に流座の方向に発見されたガンマ線バーストである。通常は数ミリ秒から数分しか続かないガンマ線の放出が数ヶ月も継続するほど極めて長いことを特徴とする。GRP11328A は2011年3月28日にスウィフトによって発見された。 GRB11328A はその後の観測で不可解な高エネルギーの天文現象であると位置付けられた。通常、ガンマ線バーストは極めて継続時間の短い天文現象であり、短いものは数ミリ秒から数秒、長くても数分程度の時間しかガンマ線の放出が継続しない。例外的に長いのは GRB101225A の約28分であった。しかし GRB11328A の場合はガンマ線の放出は最初の発見から数ヶ月経ってもガンマ線の強度はほとんど下がっておらず数ヶ月から数年の単位で継続する天文現象であると推定されている。これは従来のガンマ線バーストの発生原理では説明不可能であった。 チャンドラ X 線観測衛星の観測結果によれば GRB11328A の位置に銀河が発見されている。詳細な観測によって GRB11328A が銀河のちょうど中心部に位置することが判明した。銀河は通常中心部に超大質量ブラックホールを持っているが GRB11328A として 観測されたガンマ線の放出は超大質量、ブラックホールに物質が吸い込まれる際に放出される高エネルギーのジェットであると推定されている。エネルギーの観測により吸い込まれた天体は白色外星や中性子星のようなコンパクト星ではなく主系列星の状態にある構成であると考えられている。ブラックホールは大質量でも非常に小さな天体であり、 また構成がブラックホールをかすめるような軌道を持つ場合、超積力で構成が砕け、ブラックホールの周辺に高着円盤を形成すると考えられている。この状態だとブラックホールは一度に物質を吸い込めず、時間をかけて吸い込むと考えられる。これはちょうど風呂の線を抜くと水は一度に抜けず時間をかけて抜けるのと似ている。 GRB11328A の数ヶ月の継続的な観察では、X 線の強度が何度か鋭いピークを示している。これは、光着円盤が再三動をすることで、X 線のジェットがたまたま地球に向いた時だけに強く観測されるためと考えられている。これは、パルサーと似た原理である。超大質量、ブラックホールに物質が吸い込まれたと見られる現象の、 観測例はいくつかあるが、ガンマ線バーストとして検出されるほどの急激、かつ高エネルギーの現象の発見は初めてである。一つの銀河で、これが発生する確率は100億年に一度という、極めて稀な現象であると推定され、カリフォルニア大学バークレー校のジョシュア・ブルームは、今後10年以内に再び同じ現象が、観測されたら私は驚くだろう。と述べている。 ありがとうございます。